なんですか？几帳面。ああ、几帳面。大雑把。どっちかというと大雑把かな。初めて買った CD は、初めて買った CD。初めて買った CD。買ってもらったんですけど、あの PS2 のファイナルファンタジー、小学校4年生だっけ、その時買ったんです。最近悩んでること、やっぱ人間関係かな。どう一つ挙げてください。体力がなさすぎて、あの何なんか趣味とか、なんかあの筋肉作りみたいな感じで運動するんじゃなくて、もう本当におっさんみたいに体力を維持するために運動しなきゃって思ってます。もう階段ちょっとだけ登ってももうきついんですよ。思い出の場所は、大分にいる時すごいたくさん散歩して、もう大分市の隅々まで知ってるんですよ。で、海辺の公園とか春日神社とか、もう一人で散歩たくさんしたから、大分の散歩スポットですかね。